しい歴史が始まります。違う言語、違う顔の世界の人々が2002年のソウルワールドカップサッカー大会を通じて一つになります。世界60億人の祝典ワールドカップサッカー大会、全人類が参加する地球村最大の祭典であるワールドカップサッカー大会が21世紀を開く2002年にソウルで開催されます。1988年のソウルオリンピックを世界平和に向けた全人類の大祭典として盛大に開催したソウルは、新しい1000年を開く2002年のワールドカップ大会を通じて平和への思いを世界に発信しながら、新しい1000年への希望の心を込めた祭典を繰り広げることにより、世界平和を象徴する都市として位置づけられていくことでしょう。マポグ三安洞の21万5000平方メートルの敷地の上に1億7400万ドルの予算を投じ、2001年までに完工する予定のソウルワールドカップサッカー競技場。競技場の造形の基本的な考え方は、世界平和を念願するタコを空に浮かべた形であり、独特な屋根の構造は、かつてハンガンのマポの私に出入りしていた帆船の黄色いマストをイメージし、これを先端のハイテク技術で再現するものです。横105メートル、縦68メートルの規模で、FIFA の全ての指定を満たすソウルワールドカップ競技場は、天然の芝生で造成されるサッカー専用競技場です。地上6階、地下1階のこの競技場の観覧席は、6万3930席あり、VIP 席や FIFA の役員席、そして会員席も設置され、名実ともに充実した設備を備えることになります。このように世界的なレベルの競技施設を誇るソウルワールドカップサッカー競技場は、さらに事後活用度の高い各種の付帯施設も備えることにより、未来型の複合体育施設として誕生します。ワールドカップ記念館、文化センター、コンベンションセンターなどの教育文化施設をはじめ、プール、テルス、エアロビクス、スカッシュ練習場などの生活体育施設や、大型ディスカウントストアを含む商業エンターテインメント施設を備えることにより、ソウルの新たな名所としてだけでなく、ソウル西北部地域の開発を促進し、市民生活の便宜を図る施設として建設されます。2002年のワールドカップ大会を通じ、世界の人々は自然と調和し、共に生きる美しい生態都市を21世紀の新しいソウルの姿に見ることでしょう。平和のシンボルとなるソウルワールドカップ競技場の周辺には平和の公園が造成され、世界の平和を念願する造形物が展示されます。ワールドカップサッカー大会は平和を象徴する祭典として、人々の記憶に残ることでしょう。平和の公園には希望の森を造成し、競技場周辺の河川は自然の形のままに復元されます。なお、ソウル全域で命の木1000万本植栽キャンペーンを実施し、都心の中に美しい自然を作り上げていきます。ソウルは2002年のワールドカップ大会を通じて、自然と人とが共生する生命尊重の都市、自然の中で生活を営む平和の都市、私たちの子孫が生きていく新しいソウル希望の都市へと生まれ変わります。2002年のワールドカップ大会を通じ、ソウルはまた訪れてみたい文化観光の都市、世界に開かれた美しいソウルに生まれ変わります。大会開催の際には6000人余りの選手団や報道関係者、外国から観戦に来る56万人の外国人観覧客、40万人余りの観光客ら、多くの外国人がソウルを訪れると予想されます。
に備えソウル市では訪問客のための交通システム、ホテルから民宿に至るまでの快適で様々な宿泊施設、そして親切で美味しいレストランなどの準備に万全を期しています。2002年、世界の人々は600年の歴史や固有の伝統を感じ、新しき1000年への創造的な文化を育んでいくソウルの姿を目にすることでしょう。大会期間中、ソウル全域で行われる様々な公演や展示、祭りは、活力あふれる文化観光都市ソウルを感じさせてくれるでしょう。2002年のワールドカップサッカー大会は、ソウル市民が自らの手で作り上げていく希望の祭典になります。ソウル市の1100万の市民は心を合わせてボランティア活動を繰り広げ、ソウル市民によるソウル市民のワールドカップになるよう準備しています。平和を愛するソウル市民は、ソウルを訪れた人々を温かい心や思いやりで親切に迎え、ソウル各地で便利で快適な観光ができるよう努力していきます。さまざまな文化行事が市民の手によって開かれ、親切、秩序、清潔の市民運動を通じて、ソウルは21世紀の新ソウルとして生まれ変わります。全人類の夢の祭典である2002年のワールドカップサッカー大会、世界に함께즐기는축제、지구촌이우리를주목하겠죠。その開幕式のファンファーレがソウルワールドカップ競技場の空に響き渡る日、외국사람들이서울에와서기분이좋았으면참좋겠어요。2002年のソウルは格調の高い文化都市、우리의손질몸질하나에서세계인들은서울을느낄겁니다。人と自然が共に生きる環境に優しい都市、모두가구체적인준비를할때입니다。美しく親切な都市として60億の世界の人々の心に永遠に残ることでしょう。최선을다하겠습니다。